工場マジャール鈴木社は、鈴木のハンガリー現地法人。現地のハンガリー語では、自国名を、マジャールスザグ、オルサーグは、国の意味といい、この社名のマジャールとはハンガリー語で、ハンガリーのを意味する。よって、マジャール鈴木とは、単に、ハンガリーの鈴木を意味する。同国北西部のエステルゴムに所在し、乗用車の生産工場を持つ。2001年に、 鈴木が増資を行った後の出資比率は、鈴木97.3%、伊藤忠商事2.5%などとなっている。当初は、冷戦終結後に、経済的にも解放された東欧諸国へ、安価な自動車を供給する目的で設立されたが、現在では、ハンガリー国内や、東ヨーロッパ各国にとどまらず、西ヨーロッパ市場にも向けた欧州全域における、 一大生産拠点となっている。2006年10月には、累計生産台数100万台を達成、その時点での年産16万台から2008年度には30万台規模と、する計画を発表した。鈴木は、ワイン等自動車生産以外でも、ハンガリーとの結びつきを深めており、同社会長の鈴木治は2004年5月、ハンガリーの経済発展に貢献したとして、 生付け中十字勲章を受賞している。現在は、ビターラ、スイフト、SX4S、クロス、スプラッシュなどを生産している。スプラッシュについては、2008年10月から日本へも輸出販売が開始された。また、GM 向けのバッチエンジニアリング社として、オペルアギーラ、およびボックスホールアギーラを、フィアット向けのバッチエンジニアリング社として、フィアットセディチを、 平行生産している。かつては、スイフト、イグニス、ワゴン R プラスも生産されていた。ありがとうございます。